ニューイングランドとは、日本の競争馬、シュボバである。馬名の由来は、アメリカ合衆国の北東部地域、ニューイングランドから。競争馬としては体制できなかったが、優秀な決闘背景から種ボバとなり、しばらくは、年間100頭以上の繁殖品馬を集めた。初出走は1999年12月4日、阪神競馬場での新馬戦であった。 単勝一番人気に押されデビュー勝ちを飾るが、その後骨折し長期休養に入る。一年三ヶ月後の2001年3月18日、阪神競馬場の500万下平場戦で復帰。ダートのレースは、初めてだったが一番人気に応え、二着に六馬審査をつける圧勝で復帰戦を飾る。その後、900万下で2選手ともに二着。六月に入ると、 函館競馬場に滞在し、高級後の500万下特別、1000万下特別を連勝する。7月22日、準オープンの見ながら、函館記念に格上挑戦で出走。重賞カチウマが5頭出走する中2番人気に支持されるが、カチウマロードプラチナムに1秒差をつけられ7着に、敗れた。その後は出走することなく2002年1月に、 日本中央競馬会の競争馬登録を抹消された。以下の内容は、netkeiba.com およびジャビスサーチに基づく。2002年より、優秀スタリオンステーションで、種ボバ入りした。魅力的な決闘背景と、比較的安価に設定された種付け量、デビュー前の産区が、育成上で、高い評価を受けたことで、 2003年から2006年までは100頭を越す繁殖品馬を集めた。しかし、繁殖品馬の質が低く、産区の大半は地方競馬に流れた。中央競馬での産区成績も低調であり、さらに自身が性病に感染したことなども重なって、2005年に自己最多の160頭に達した種付け頭数は2007年には46頭。 2008年には35頭まで落ち込んだ。2008年7月6日、レオマイスターがラジオ日経賞を勝利し、3区の中央競馬での重賞初勝利となった。2012年から青森県のワールドファームで強要された。2015年2月5日死亡。ありがとうございます。